はい、えー。今回は、えー、リクエストをいただきました。えー、こんな感じのよくある、えー、無数の星が流れていく表現ですね、えー。星のパーティクルのアニメーションを、えー、アフターエフェクト標準のパーティクルワールドを使って作っていきます。えー、まず、新規コンポジションを作成します。カット01で、5秒のコンポジションを作成します。で、新規平面で、 まず背景を作成します。さらにもう1枚平面を作成し、こちらがパーティクル用の平面となります。で、この平面にエフェクト、シミュレーション、CC パーティクルワールドを適用します。で、すると、 まあ、デフォルトの状態で、このように、パーティクルが放出するアニメーションが作成されています。では、こちらのえ粒子ですね。パーティクルを制御していきます。えまず、はじめに、えこのグリッド表示が不要なので、すべて非表示にします。グリッドとホライズン、えアクシスボックスですね。で、 はじめにこのプロデューサーこれがあの放出口放出元ですねこちらの設定をすべて0にしてやりますそしてさらにこのフィジックス物理の項目もすべて一度0にしてやりますすると粒子の放出がなくなりましたで このベロシティ、放出の部分ですね、ここの数字を、数値を上げてやります。すると、この出現位置ですね、この粒子の出現位置から四方八方に無数に線が飛び散る状態になります。で、これを、ベロシティの値を下げることで、まあ、放出の量、範囲をこの辺りにしておきます。これで、一定に。 粒子が出続ける状態になります。で、次にこの粒子の、今、線になっているんですが、こちらを、パーティクルの項目から、このラインですね、これをスターに変えてやります。すると、この粒子の種類が星になりました。で、次にバースサイズを0.1。生まれてくるサイズですね、出現した時のサイズで。 デスサイズ消えるときのサイズを0.1同じにしてやります。で、サイズバリエーションは0にしておきます。サイズのランダムですね。全部同じ大きさになりました。で、マックスオパシティは100。コードですね。明るさ。で、次に色を変えていきます、えー。生まれた時の色を、まあもう少しオレンジ。で、消えるときは少し色を薄めに。 すする感じにしておきますこれで星が一定に放出され続けるパーティクルが作成されました。で単純にこの出現し続けるパーティクルのこの放出元ですね、プロデューサーを1でプロデューサーの1ですね、これを左に移動してやります。で0秒でキーフレームを。 1、2秒あたりで、右に移動するようにしてあります。放出元を移動してやると、自動的に、まあ、物理的な動きといいますか、こんな感じで、粒子が流れるようになります。えー、これは、まあいわゆる花火を振り回したような状態ですね。火花が出ている部分を移動させてやると、粒子が遅れて、流れていくアニメーションになります。 ですので同じ移動距離でも移動速度を遅くしてやるとこの粒子の流れ具合が変わっていきます。速くしてやるとこんな感じですね。でもう少し速くていいのでこれぐらいにしておきます。まあ、これで単純に 流れていく光は作成できましたのであとはこの物理的な影響ですねこの出現した粒子の影響の受け方を調整していきますえそれがこのフィジックスですねこの物理の項目でまずフィジックスを開き ベロシティ、大きくしてやると、広がり具合ですね、この。放出してから、広がっていく、広がりの値を、広がり具合を広げてやります。さらに、レジスタンス、抵抗を加えてやることで、広がりを少し、 遅らせるるというか重くしてやることができまんな感じですね。これで基本的な粒子、星の動きは制御できましたので、次に光り方を調整していきます。パーティクルのオパシティマップの項目を開きます。これが光り方のグラフですね。縦がコード。 え横が時間ですね。出現してから消えるまでのグラフになっています。で、現状をきれいにフェードインして出現し、フェードアウトするように設定されています。えー、これはマウスで書いてやることができます。例えば、こんな感じでギザギザ書いていきます。すると、お光が。 チカチカと点滅するような表現になりますで最後はもう少し緩やかになるように設定しておきますこんな感じですねそして 次に、このボリュームシェイドという項目ですね。ここの数値を上げてやると、光の濃淡をつけてやることができます。まあちょっとだけ入れたいので20、20%ぐらいにしておきます。こんな感じですね。そして最後に、光の数、この星の数ですね。と消えるまでの長さを設定していきます。 えー、この一番上にあるバースレートが数ですね。光の増やしてやると数が増えます。ちょっと多すぎるので、まあ、3ぐらいにしておきます。で、その下の項目がこれ寿命になりますので、時間数値を上げてやると、まあ、光が長く残った状態になります。ここで、 消える時間を設定してやります、まあ、これは1のままでいいですねこんな感じで、えー、光のアニメーションが完成しましたもう少し色は薄くて こんな感じですねそしてさらにエフェクトでスタイライズグローをかけてやりますでグローカラーを A&B フテーマップで白黒に設定しておきますでグローの色位置を調整していきますこんな感じですね これでパーティクルは完成ですで、すあとはテキストを追加し真ん中に配置しますでエフェクトトランジションからリニアワイプを適用します で、ワイプ角度をマイナス90にし、変換の値を100%にして非表示にしておきます。で、キーフレームを打ち、このパーティクルが移動したあたりで、文字がすべて出現してくるようにしてやります。 タイミングを合わせていきますこんな感じですね。で若干境界線もぼかしておきます。20ぐらいかな。するとこんな感じですね。でテキストをパーティクルの下に配置します。で描画モードはスクリーン。すると。 こんな感じで、えー、パーティクルが流れて文字が出現するというアニメーションを作ることができます今回は以上ですまたお会いしましょう